ガーシーポスターは皆さんの周りにある掲示場には貼れないんですね。でその代わりお店や自宅の壁、マンションのベランダとかですね、そこに貼ることができますんで、公営掲示板ですけどね、正確に言うと。あそこは都道府県の立候補者しか貼れなくて、ガーシーは全国の選挙に出てるので、ああいう掲示板を貼る場所はないんですが、その代わり自宅やお店に貼ることができます。でさらにポスター貼るときに全国で7万枚までしか貼れないので、その選挙管理委員会から昨日もらったらシール貼らなきゃいけないですよ。だからガーシーのポスターにシールを貼っている、その証紙を貼って今皆さんのところに発送している最中ですので、今回のガーシーポスターを貼っていただく条件、お送りする条件として周りのね、他の NHK 党の候補者のポスターを貼ってくださいとお願いしているわけです。投票所で投票用紙にガーシーって書いた写真を撮ってツイッターにアップしてくれた人がいいんです。本当ありがたいことです。あれもう完璧です。これは僕がリツイートしている通り全く問題ありません。